今回紹介するのは当店一押しブランドグロームのブラボー 3.0。 完全防水で大容量、機能性も抜群、他では見ない個性的な見た目をしたバックパックになっています。上野のアウトドアショップフィット2、基本スペックはこんな感じ。容量は35〜40リットル。重さは素材により異なりますが、動画で使用しているこちらのブラッククロームタイプだと約 1.2kg となっています。ブラッククロームがどういった素材なのかについてはこちらの動画で詳しく紹介しているので合わせてご覧ください。上部はロールトップになっており、素材にも耐水性の高いものを使用しているため防水面もバッチリ。こちらのアイテム、正面のストラップが個性的で、他では見ないような独特なデザインをしています。これはただ独創性を持たせるだけではなく、荷物を固定しながら持ち運べるようになっているんです。このようにヘルメットを収納することや、スケートボードを挟むこともできたり、なんと自転車のタイヤも固定し持ち運ぶことだってできちゃうんです。こちらのストラップは取り外しが可能で、このように組み替えることもできるので、その人それぞれの使い方が可能。奥のフックに引っ掛ければバッグを絞れることもできたり、上部のロールトップを開けて中のフックに引っ掛ければ容量を増して上部を閉じることもできちゃいます。次に収納能力ですが、上部のロールトップを開けるとシンプルで大容量のメインコンパートメントが。そしてこのバッグのもう一つの特徴が、内部のライナーが取り外し可能なこと。こちらの内部のベルクロを取り外すと、このようにライナーを取り外すことができ、トートバッグとして使用できます。ジムで着替えを持ち運びたいときにバッグからそのまま取り出したり、わざと別々にして旅行先でお土産を購入するスペースにしたりと、用途は多彩にあると思います。個人的に一番使いやすいと思うのが、こちらの前面のフラップをめくったところにあるポケット。オーガナイザー付きで小物の仕分けに便利。15インチの MacBook Pro まで収納できるラップトップスリーブも付いています。前面にはジッパー付きのポケットも付いており、こちらはフラップをめくらなくてもアクセス可能。サイドには背負ったままでもアクセス可能な小型のポケットが両側に付いています。こちらは両側で区切られており、浅いため鍵などの小物の紛失防止にもつながると思います。また内部は柔らかめの素材を使用してあるため、スマホなどの電子機器を入れるのにも適していると思います。両サイドにはボトルや折りたたみ傘などを入れられるポケットも付いています。収納力だけではなく他の機能性にもこだわっており、ショルダーストラップはメッシュ生地を採用しているため通気性を確保。バックパネルには通気性と温度調節に優れた EVA というものを採用してあり、快適性をもたらしてくれます。触った感じも柔らかく肌触りも抜群。上下に稼働するチェストストラップもついており、安定感を向上。重いものを背負っても肩への負担を軽減させてくれます。またショルダー部にはこちらのループもついているため、クロームのキーチェーンやポーチなどを取り付けることも可能となっています。キーチェーンなどについてはこちらの動画でクロームのおすすめの小物について紹介しているので、ぜひご覧ください。いかがだったでしょうか。他では見ないような個性的な見た目と特徴的な機能性を持ったバックパック、大容量で防水性もバッチリ、収納スペースもついているためとても使い勝手のいいアイテムとなっています。何か質問等ございましたらお気軽にコメントしてください。店頭およびオンラインストアにて販売しているので、ぜひご覧ください。当店ではメレルやキーン、ノースフェイスやミステリーランチといった様々なアウトドアブランドを取り揃えております。商品紹介や新商品の入荷情報などを発信していくので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。